どうも皆さんこんにちは、りょうです。本日は、アンユーズドの新作のアイテムのご紹介をしていきたいと思うんですけれども、こちらにかかっている商品です。はい、今日はですね、こちらのアンユーズドのこちらのアイテムのご紹介を、簡単にしていきたいと思うんですけれども、今年の秋冬のモデルで非常にアンユーズドのルックの中では結構印象的な、アイテムかなと思います。でこちらの、アイテムちょっと予約していたのでご紹介を簡単にできたらなと思います。早速ディテールからちょっとご説明していきます。はいはい、では早速なんですけれども、今回はアンユーズドの M51 ショートジャケットのご紹介をしていきたいと思います。はい、でこちらなんですけれども、僕以前マウンテンパーカーとか言ってたんですけど、これ M51 ショートジャケットってことで、ベースは M51 のモッツコートですね。まあモッツコートをぶった切った感じになってます。でディティールは本当にこう M51 を再現しているような、タイプで、例えば、正面のボタンですね、ボタンが非翼になってます。まあ、M51 防寒性を高めるためにも基本的には、非翼になっているのが一般的かなと思います。こうマジックテープになっていて、リングジップになってます。で、ポケットも、フラップポケットになっていて、雨なんかが入らないように、なっている。 M51 も基本的にはこういったタイプになってますね。ドローコードも、ついているので、これも調節ができます。こちらのジャケットの好きなところは、アームの部分のシルエットがやっぱり僕は非常に好きで、広めの作りになってるんですよ、アーム部分が。ここ見てもらうと分かるんですけど、こううまく立体的になるようなパターンになっていまして、で袖丈がちょっと長い作りなので、この部分で止められるようになってるので、これをギュッて締めるとちょうど手首で止まるようになってるので、これを締めてあげて着てあげて、袖を溜めて着るのが個人的にはいいかなと思います。まあ、あと、まあ、ここですよね。ここ細かいなってすごく思うんですけれども、これおそらく肩のエコレット部分を多分これ切ってるんですかね。こういうところもアンユーズドらしいなとすごく思います。色がですね、ベージュもございます。でサイズ展開が 1,2,3 の3サイズで、僕はサイズ1番を購入しました。素材はですね、コットンとシルクのコンボ素材で、撥水機能、持っていますので、水なんかにも、強いみたいです。これ値段が結構するんですけど、値段が68,000円プラスタックスという価格となっています。以上こんな感じですね。今回はアンユーズドの M51 ショートジャケットのご紹介をさせていただきました。おそらく注目している人も多いかなと思います。僕自身もちょっとベージュの方とすごく迷ったんですけれども、僕はやっぱり青が好きなので青を予約させていただきました。まあ多分お店にあるところたくさんあると思うので、もしお探しの方はチェックしてみてください。着用画像はこちらにも載せておくんですけれども、インスタグラムの方にも載せておきますので、よかったらご覧になってください。でもしオンラインで購入できるところ見つけたらですね、概要欄の方に貼っておきますので、概要欄の方もチェックしてみてください。はい、では今回ですね、アンユーズドの新作のアイテムのご紹介をさせていただきました。はい、では今回の動画参考になったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。その他 SNS、ウェア、インスタグラム、ツイッターやってますので、ぜひそちらもフォローお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。りょうの動画でした。ありがとうございました。